Hello， 大家好，我哋叫 HK， 我哋继续玩 SD 跟林激斗同盟。上集打完魔霸，今集就要帮阿宝打战神扎古啊！大家知唔知边一部啊？但因为破屎，我觉得有机会玛莎可能会消失咗嘅，唔紧要，照入去望一望，一齐睇下今次故事会有咩机体突然走咗入嚟啦！0079最后一战，ホワイトベースはもう動けん。全員に告げろ。陸戦の用意だ。白兵だ。欣賞一個場景先。ブライト艦長、応答してください。こちらユノアスタルト特務総長。ホワイトベースに急がなきゃ。小隊長さん、核兵器のスイッチを押して。見到啲人走佬喂三萬門。一旦引け。聞いたか、ギレン総帥が。何か混乱してるみたいだけど。いろいろあるんだよ。敵のモビルスーツだらけじゃない。そりゃジオン軍の最終防衛ラインだからね。ユノ、聞こえるか。こちらへの敵の攻撃が激しい。ホワイトベースの直縁に回れ。ブライト艦長、了解です。アムロ少尉さんのガンダムは。わからん、反応が消えている。撃墜はないと思うが、周囲に気をつけろ。どこから敵兵が出てくるかわからんぞ。了解です、小隊長が向かいます。それまで持たせてください。頼むぞ。我記得佢話阿寶消失咗啊。連合軍か。コスミックミラのモビルスーツ。ユノ姉さん、ホワイトベースへのルートはこの先、あとはもう一つあるみたい。2ルートあるの。そういうこと。核兵器スイッチのロック解除、2カ所あるからね。ジンたちの先か、戻って向かい側かよね。マップで言うと右か左。因为见到有两个任务点，但系入到嚟咧就见到，喂，正。あれ、どこだ、ここ。之前消失咗嘅巴巴托斯，终于揾翻啦。え、三日月くん？ユノ、オルガどこ行ったか知ってる？ソロモンにいた団長さんはもう火星に戻ったから大丈夫。その機体って。打集中先啦，我哋。新しいガンダムフレーム？前と同じだよ。なんか修理してもらったらこうなった。三日月くん用にがっつり回収されたガンダムバルバトスループスだよ。荒屋敷を含めた三日月くんの感覚にモビルスーツの挙動をより近づけてあるんだよ。三日月くんが自分のスタイルで戦えるようにってことでしょ。そこまでして戦う必要が。別にいいよ。紅色は、それでオルガの役に立てるなら。三日月淨係諗住幫阿奧加團長手，喂，不過你過到嚟呢邊咧，就係幫阿布拉杜船長噶喎。もう塞がってる。このまま進んで。行くぞ、バルバトス。みんなのところに帰ろう。係啦，打埋呢關送你翻去。我都想打部 MV 啊。ブレイクハンド。化身ボス。モビルアーマーのサブユニット。一匹一匹。プチプチ潰していくしかないか。プルーマたち、至る所に入り込んでるのね。片っ端からブレイクアウトさせよう。本番前の一暴れだよ。ま、やれるだけやるさ。ザ！プルーマの全滅確認。核兵器のスイッチに電源が入ったよ。小隊長、スイッチ操作を。よし、行こう。ただ、こっちのルートは少し遠回りになるかな。好、有一個。しまった。出会い頭にドム。こいつら、なんか動きが違う。あれ、ただのビッグドムのはずだけど。知り合い？いや、そうじゃないけど。もしかしてジオンのエースチーム、黒い三連星。え、記録ではオデッサ作戦の直前で撃破されたはずよ。ブレイク、あ、プルーマがブレイクイン。バルバトスだけじゃなく、ハシマルのデータもバンバン流れてきてる。どうせなら鳥もここにいれば簡単なんだけど。ザ・デア好きだらけ邪魔だ。さすがだな。諦めなよ。好きだらけだ。核壁のスイッチアクティブ。奥へ進みましょう。今だ。撃て撃て。しまった、伏兵。
どんな奴が出てこようと、それが敵なら潰すだけでしょ。そういうこと。一気に間を詰めて撃破。出てこなければよかったのに。落ちる。走点走？应该冇呢度啦，出翻去啦，向翻左行。呢边一条窄路，如果步机可以飞快啲，仲爽啲啊！まだ来るのか。有嘢嚟啦。しつこいな。ザット軍、コズミックイラの歴史からブレイクインが散発的に起こってるよね。この先に大物でもいるのかな。だいぶ奥まで来たんじゃない。うん、この先の坂を下ればホワイトベースがいるポイントだよ。敵の方向が前。今度は出会い頭にザット。やっぱりそう来たか。三日月君、やおやお敵や。気づいてたなら言ってよ。敵を全部倒すんだろ。分かりやすくて楽だと思うけど。そうね、邪魔者は潰せば終わりだし。ミオ姉さん、考え方が鉄火団らしくなってきたね。うん、先を急ぎましょう。終わらせて帰ろう。三秒言うと頭も減ったし。もう少しだけ付き合って三日月君。また変なのが増えた。ザフト軍の次はブルーマン。もう防災だ。さくら、ホワイトベースは大丈夫なの？電波妨害が強くて、すぐそこの距離でも通信が繋がらないんだよね。ここで落ちるわけにはいかない。朝やな、僕ね。喂、一遍先。喂、到了。留下大家木马号，冇拉到我哋嚟啦！敌の陸戦隊が出てくるぞ。総員、バズーカとライフルで立ち向かう。ユノ姉さん、通信回復。ブライト艦長、お待たせしました。ユノ、遅いぞ。もう持たん。私たちで何とかします。ガンダムも一緒です。下がる。何？アムロは無事だったのか。え？あの、ガンダムです。あの白い木馬みたいなのを助ければいいわけ。も、あ、ボス来た。喂、邊個位呢？さて、この舞台の主役がどれほどのものか。天見せてもらうぞ。你條友還一部戰神揸過嚟啊！ザフトの。我一嚟就飛咗。ジェネシスを使って人類滅亡を企む。大計。こんな人が宇宙世紀に。この人が。もう誰にも止められはしないさ。どうせぞ、宇宙を覆う一気に憎しみの渦はな。よその世界にまで戦乱を広げて何が望みなの。私のではない。これが人の夢、人の望み、人の業。他者より強く、他者より先へ、他者よりう。もういいよ、なんか難しいし。わかるのは、ここは俺たちの本当の居場所じゃない。そこに着くまで。戦いは非常さ。いついかなる時も。唔够尽兴啊，打唔使血咧，打打下死咗。ブレイクアウトした。すごい迫力と悪意を持ったパイロット。このミッションの何かに引っ張られて、無理やりブレイクインしたみたいだね。帰ろう。みんなのところに。よかった。こっちのガンダムも元の歴史にブレイクアウトしたみたい。でも本来ここにいるはずのガンダムはなかった。馬号出击嗰个位就呢个位嚟嘅。本当にいるべき。但系点睇我都大过个出口喎。作戦終了、帰還するぞ。完成任务。拆呢一关可以得到一部分嘅天意高达嘅零件啦。另外仲有冇？有。巴巴托斯狼色嘅一部分零件都系。まさか一年戦争にザフトの要注意人物ラウル・クルーゼとはね。でも肝心のアムロ少尉シャア大佐はいなかった。同以往一样、阿宝同埋马萨应该会喺其他破屎关卡出现。アバオワ空での戦いはトゥルーミッションでってことになりそうね。修正用のフラグメントキーは手に入ったの？修正データ2つ入手、2つ入手。宇宙世紀とポストディザスターの歴史、
いつもの多重ブレイクとは少しデータ形式が違ってるなとは思ったんだよね。アバオアクーに異なる歴史のガンダムが複数いたってこと？ホワイトベースが着底してた場所まで2ルートあったの覚えてる？回り込んで下っていくルートと縦穴を一気に飛び降りるルートよね。そう、それどちらを進んだかでブレイク現象が変化したみたいなんだよ。トゥルーミッション発生に支障はないけど、多重ブレイク現象の特殊な例として記録しておくよ。もう一つのルートも確認しておいた方がいいかもね。ユノ、今は先を急げ。頭先一開头咪话分岔路嘅，即系话同一关又要打多次。情報が紐づいたフラグメント機、今までになかったブレイク現象か。重新玩过一关。二ルートあるの？个分岔点咧就系呢一个位，回翻对白。核壁スイッチのロック解除。二箇所あるからね。人たちの先か。嗱，而家有另外一个方向嘅，我哋向呢边走。マップで言うと右か左か。小隊長さん、決めたらスイッチを操作して。どちらのルートにするかは任せるわ。超大镬，有呢啲咁嘅分岔路线关卡咧，有排打，每一关打几次。我觉得呢边就唔系巴巴托斯啦，行呢边路线可能系其他机体。ここを飛び降りるの？大丈夫、飛んで、小隊長さん。就咁跳落去。ここはキリマンジャロ基地なのか。ゼータガンダム、竟然はい。ユーゴのゼータガンダム。モモは点解嚟咗呢边啊？留意下呢对白啦。神谷ビラン君だよ。リターンズと戦うべき彼が過去の時代にブレイクインしたの。小隊長、ゼータガンダムを援護して。未確認機、リターンズか。抵抗するなら撃ちますよ。待って、こちらラーディッシュ隊、リターンズ掃討作戦を支援します。偏見艦長の。ここはどこなんです？ジオンの宇宙要塞アバオアクーで。それ古い。ここはゼダンの門です。ブライト艦長の旧型艦が着底しちゃって。何をしてるんだブライトキャプテンは。ブライト大佐を救援した後、ゼータガンダムも回収します。最終的にはクワトロ隊員と合流してもらわないと。彼はキリマンジャロで。了解。大人たちの尻拭いなんてまっぴらだけど仕方ないか。時間を取られた。ブライトキャプテンはどうなってるんです？このすぐ先にホワイトベース。小隊長さん、核兵器のスイッチを押して。OK、見到了。花一段時間兜了個大圈呢，其實最終呢都是救木馬號，即都是會打回天意高達的。ブライト艦長、お待たせしました。嗱，行另外一個路線就會可以攞到一部分的塞塔吉林零件。嗱，啱啱就撞到阿 Zeta Gundam， 當然立即玩翻有關佢嘅劇情啦。有冇機會喺度撞到瑪莎咧？ここがティターンズの拠点。敵は？もう配置についてるね。それにしてもキリマンジャロはまだ落ちないのか。援護する。あんたは好き勝手やっていいよ。そうそう、ウィングガンダムだ。よろしく頼む。神夢、どこへ潜り込んだんだ。零零七九嘅玛莎就冇啦，系要啱翻呢个时代嘅古阿波罗。カラバ地上部隊、ユノアスタルト特務総長です。クワトロバジーナ大佐。私は大尉だ、ユノ特務総長。あ、すいません、クワトロ大尉。ユノ姉さん。ティターンズの監視塔です。敵の造園を断つため破壊してください。大尉さん、リーダーから通信です。こちらカラバのアムロレイダー。シャア、応答してくれ。アムロか。クワトロとしてで構わんなら答えよう。あなたまで来るとはな。カミーユならいいのか。なぜすぐにあの二人を止めなかった。あのフォーという娘のことか。あなたには分かっているはずだ。もう一度同じことを繰り返させるつもりなのか。それは彼らの問題だ。我々は現状をどうにかせねばならん。クワトロ隊、カラバの力を過小評価してもらっては困るな。はい、本体の進行ルートを確保し、カミーユ君も探します。小隊長さんもゲリラ戦で監視塔を潰しながら進んでね。打爆呢座嘢喎，佢系咁出怪喎。時に
うわあ！捕らえた。くそ！遅い！まだか！遅い！まだ！落ちる！そこだ！うわあ！オッケー。仲有幾點啊？敵襲！迎撃しろ！咁样过嚟先，手攻，起来，一用最猛火力，好似人攞住我。今回のブレイク現象爆咗。いつもと比べて規模が小さい。そうだね。明確なのはカミーユ君がいないってだけかな。ディレクトリをまたいで散ってしまった鉄火団メンバーのデータは？今のところ無反応だね。でもこの時代の火炎モビルアーマーと火星のモビルアーマー。その紐付きでブレイク現象が起こる可能性は十分にある。山後面刚刚有个凹位，多有个红点。どんなお邪魔虫が出るか分からない。用心して進んで。警報鳴らせ！敵襲！敵襲だ！我要转落啊！我唔系落呢啲。かわせるか！打爆座塔！これはどうだ？クワトロ隊員。フォーさんってカミーユ君とはどういった関係なんでしょう。フォー・ムラサメ、連邦のモビルアーマー、サイコガンダムのパイロットだ。ニュータイプ研究所の一つ。あ、すいません。ムラサメ研究所の被験体。彼らもまた戦場で出会ってしまった。もしかしてニュータイプの強化？フォーは強化人間だ。しかし彼女には近くにいる人にまで影響を与える力が備わっている。カミーユ君がそれに取り込まれてしまうと。彼はフォーを自分の手元に引き寄せられると思っているだ。おお、ドラウザーを発生すべて沈黙。小隊長、お手柄よ。さすがだな、小隊長。それにクワトロ隊員にも手間をかけさせた。気にするな、それは私の役目だったのだろう。待ってください、ブレイク反応何か来ます。何？サイコガンダムか。地球に降りたと思ったらまた戦闘か。まったく。追わなきゃ。終わガンダム、いや違う。ここは俺たち2番隊が引き受ける。ガンダムグシオンリベイクフルシティ、アキヒロアルトランド君見つけた。大尉、彼は鉄火団という民間警備会社の団員です。私たちは何度かお仕事したことあって。彼が戦っている黒い機体は何だ。あれはフルーマ、厄介な無人機です。アキヒロ君、軍人さんに。データのないモビルスーツ、ティターンズの新型か。知らねえぞ、なんだあいつは。この強烈な波動はまるで。このモビルスーツ、ミスターだ。あれは私たちの宿敵です。小隊長、ブルーマと一緒に片付けて。これ以上鉄火団の邪魔はさせねえ。お邪魔虫の親玉も出てきそうだね。いろいろと聞きたいことがあるから出てくるなら都合がいいわ。行け。俺が避けられるか。そこしてりゃ。哇都好快喎，大家都。哎，嚟啦，波士。今次系边位呢？これはこれは、なかなかのメンツが揃っているな。又系呢个人啊！またガンダム、ゼータタイプか。ハーメス・マーキュリー、やっぱりあなただったのね。何もバルバトス。本来はあなた方の歴史には存在しないものと思っていただいて結構だが、あなた方の辿る道、その交差点非常に興味深い。あなた方だと？俺とシャアのことか。今度はパイロットのデータを集めてるの？私にはそれを答える権限は与えられていない。今のあなたはやっぱり管理システムの。レディ、言うの。おい、ベッチョ。悟られてはなら。上去ね。そうだったのね。あ、撃っていいんだよな。あ、ごめんなさい、アキヒロ君。我哋再打。大丈夫。我个伤喺后边嘅。止めて。さて、お手並み拝見と行こうか。ちょろちょろすんな。さあ、もう血だ。それか、来ているのくらい。最初の機会、もう血。いけ。ますます腕を上げたな、小隊長君。周りのサポートのおかげもあるだろうがね。
もっと素直に。おまんり先生、ナバスターン大家。この陰湿赤メガネ。おかしなコードネームをつけるのは勘弁願いたいものだが。結構企画のあだ名だとは思うけどね。ビリオンステーブルで会った時の現場、この名前に反応がない。あの時の記憶は今の人格には共有されてないの。でも管理システムに気づかれずにどうやって情報を引き出せばいいのかしら。宇宙世紀の歴史に入り込んだホストディザスターのガンダムフレームか。俺たちは勝ち続けなきゃいけねえんだ。まだ俺は負けられねえ。決して散らない鉄の花てやるな小隊長くん。それにその期待もなかなかのものだ。データ更新はちゃんとやってるからね。収集してるのはあなただけじゃないってこと。それは管理システムにとっても喜ばしいこと。 OK 打機へ頑張ってくれたまえ。再找。まだまだ組織が出来上がっていないということか。組織という概念はないのだよタイイ殿。それよりも作らねばならんものがある。この男なんだ。さっきからどうにも現実感を感じない。我々は本来交わることのない見せてみろ。お互い邪魔をし合うべきではない。なんだな。どっちが邪魔してんだよ。このメンツ相手では厳しいか。だが必要なデータは取れた。近いうちにまた会うことになるだろう。あとはクシオンさえブレイクアウトできれば修正完了ね。いや、ご案内状。そういうわけで明弘くん、お疲れ様。次はモビルアーマーとの戦いだよ。鉄火団の晴れ舞台だ。無様な真似は見せらんね。モモン中盤戦ガンダムグシオンリベイクフルシティブレイクアウト成功。ディジョディ連金表で。じゃあ私たちも。待て、彼らは一体何者だ。不知道要差几多关。君たちは知っているのだな。僕にも聞かせてもらいたい。そもそも本当に君たちはカラバの人間か。一年戦争のスーパーエース二人に詰め寄られてる。さくら、早く私たちもブレイクアウトして。ミッションコンプリート。一日夜就有了白色。他大忌当然是米加粒子炮啦。古日菠萝都入咗嚟，超魂要打多两场，阴功！玩咗两个破屎嘅故事啦，突然间可以开到《Seta Gundam》嘅正史故事，永远的阿科，推荐 MS 等级系20级，同上集魔法一样啦，重高大系，唔怕雷射，咁所以又要揾阿曹操帮手啦。不过咧，我得16级嘅啫，我唔想再拆关卡储钱住啊，用呢个等级越级挑战。到我用翻呢个阵容，太好啦！有正史玩，仲要有阿科。宇宙世紀 W087 ティターンズの拠点キリマンジャロ基地の攻略戦だね。キリマンジャロの状況はブレイクミッションとは違うの？あの時から少し先の時間軸だね。神井指団くんが強化人間であるフォー村雨さんを基地から救出した直後。助け出した？やったじゃない！クワトロ隊は強化人間の意識は人為的に作られてるから助けるのは無理だって。残念ながらそれは間違ってない。やっぱりサイコガンダムのデバイスに過ぎないんだよ彼女は。そんなひどい話。こうなったら小隊長と私で。未来が分かっていながらただそれを見据えるなんて。もちろん、これは悲惨な劇情だよ。カミーユは私のことを知った。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。前面已经见到啲敵機啦。敵になるのはやめて。私に優しくしてよ。チー、カミーユ、早くゼータに乗れ。クワトロ隊員、フォーさんの様子が。サクラ、目的地は？この先のシャトル発射場。ティターンズの幹部が脱出しようとしてる。空に逃げる。
ジャミトフか。ジャミトフハイマン大将を守るためにサイコガンダムが出てきてるんです。小隊長、奥のシャトル発射場に急いで。避けないよ。そこだ。バーバー押せ。ここはもうダメだ。 OK、 今オンサマ無駄だって分かるよ。探頭探頭。そこだ。都是我們射擊型的，不可以跟他們糾纏。邪魔だね。そこ。くらえ。離遠打最弱數。これはどうだ。諦めるアンテじゃ俺には勝てないよ。正有你。OK。那咁就，誒咪住執埋啲嘢先。兩個基地啲嘢打曬之餘咧，攬埋個傷。而家 SP 有四廿零秒就可以用大技嘅。呢个位一定是决斗的地方嚟啦，等咗你好耐啦，科。科，戦っちゃいけない。君は病気なんだ。お前たちは私をいじめに来た。私から記憶を奪ったのはお前たちだ。老波全道型高达，即系我哋叫惯嘅重高达。科，止まれ。啱啱喺你面前啦。私は記憶が欲しいの。望过嚟我度。自分のことをもっと知りたい。これが。サイコガンダム。你先打，帮帮佢控制先。そう、サイコガンダムを降りるんだ。お前たちを倒せば、飛来飞去好三万咁样，完全灵活晒喺只 game 度。哇，仲要飞水添。これはどうだ。重高达玩体术喺度。みんな燃えちゃえばいいな。小心啲啊。捉えた。嗱，佢落我都还好。どこを見て。因为咧，佢唔使打我啲 fan。嗱，差唔多用大技噶啦。有得佢捞住我，波可以当我波咁样上。この程度、これで決める。要中啊！花天凤凰掌。カニユ、離れてろ。哇，你怎么会飞腿啊？都你哋。攻撃はしないで。どうしろというんだ。僕が説得します。哎呦喂，好似唔中喎，两条友弊啦。再接再厉，一阵中就得啦。唔好气馁。飛ばしすぎたか。今次唔中，下次中翻。邪魔をしないで。この程度。佢仲得翻二百零血。どうしな。佢爆起，我就补血啦。まだ動く。早く落ちてよ。もう近づかないで。得閒抽下水，睇幾刀。哇！目を覚ませ。フォー。俺だ。神湯だって分からないのか。神湯。刀だ。自分のやっていることが分かっているのか。まずいな。ユノ。サイコガンダムを頼む。制空権は我々で確保する。了解です。小隊長、クワトル隊と連携して。紙、来い。持っちゃいけない。もう一個招唔用啦。埋身格鬥。こんなマシンに乗ることはないんだ。等下空浪先，冇心急。よそ。みんな燃えちゃえばいいんだ。かわせるか。捕まえた。やるな。もう一個。打完走。佢望心啊，若可以放我。哇！啱啱喺只鞋面，未接得 ，just gun， 傻瓜蛋 ，OK， 得望我啦，呀啦，吞流少少话啦，四百零血，哇！呢招苏联佬啲招式嚟噶喎，街霸嗰啲，阿波你边度学翻嚟噶？私の記憶を奪う奴ら、みんな壊れてしまえ！そう、やめろ、戦うんじゃない。看他！もう諦めろ。戦うんだ。迷いは自分を殺すことになる。ここは戦場だぞ。だけど僕は人間です。戦いの中で人を救う方法もあるはずだ。あるわけないよ。大胆な。クワトロ隊員の言うことの方がよっぽど理想論だ。どれだい。これで終わりだ。わ、これ爆破やよ。見せてみろ。そこら。歴史は変えちゃダメなんだよ。ミノ姉さん。会不会又打唔中啊？各位。好似系喎。早く落ちてやるな。受けてみろ。多你啲好难预判。哇！この邪魔をしないで。唔好埋身啦，吞喉，因为失二百零血啫，而家。起来。このマシンは。通话科话。私は。システム。佢望做粗，冇血先。ダメだ。それに乗っちゃ。それは。喂，顶住啊，喂，师傅。さくら、彼女を降ろすことはできるんだ。無理だよ。不望我。フォーさんは自分の意思であれに乗ってるんだから。向後射佢。催眠療法。じゃあ、もう破壊するしかないの？
そんなこと。ダンジョンを。俺はフォーを守る。危険だな、カミリア。それではアムロレイの二の舞になる。来，拉远少少。看着他。哇，有你有有冲过来。看着他。人啊！喂喂，啲嘢，唔好搞咗六副只打人。完全捉唔到路啊！なんというプレッシャーだ。ババを消せ。サイコミュンは人の心を具現化させているのか。これってソロモンのビグザムの時と同じ。切れろ。我啲嘢先过嚟，啱啱唔到，好彩。カミユなんだよ。俺。吞留少少啊。カミユ指なんだ。又嚟啊又嚟。カミユもうよせ。冇事。君も引っ張られるぞ。アムロ隊。有啲建筑物卡住我，小心。私を不快にする敵。早く落ちてよ。これはどうだ。佢又攞背脊打人啦、啊！我哋望住我，嗱，打死咗个 friend 啦，小心啊！打机。それがそんなにいけないことなの？希望可以保到啦。かわいそうだ。君はまだ死ねない体だ。そんな。選手は生きている限り戦わねばならない。我哋保到。系两个人打机啦。頭が折れそうだ。これは差唔多死啦。ここで終わ。やあ。カミユ。ここだ。フォー。サイコガンダムのコックピットにいてはいけない。アフォー、我想改变事实だ。サイコガンダム機能停止。出来啦！ジャミトフ大将のシャトル離陸しました。ミスミス逃がすとは。チターンズのモビルスーツが接近中です。気をつけて、タイさん。これでブレイク修正は完了。ブレイクアウトするよ、イノ姉さん。待ってよ、まだ戦いは終わってないじゃない。フォーさんも助けられるかもしれないのに。ミッションコンプリートだな。喺呢一隻 SD 跟林里边，重高达都变格斗高达，我竟然攞埋只 Set 跟林啊！大忌就呢一招啦吓。サイコガンダムは格差しただけなのに、どうしてブレイクアウトを？結局フォー村雨さんは正気に戻ったの？戻ったよ。戻ったけど、あの後ティターンズのジェリドメサ注意の強襲からカミーユ君を守って。ティターンズのモビルスーツが接近中って、そういうこと？そんな、じゃあ彼女は。史実通りだよ、ユノ姉さん。トゥルーミッションは無事に登録された。こんなの救いがなさすぎるじゃない。それだったら、そのジェリド注意ってのは。さっきも言ったけど、歴史を変えちゃダメなんだよ。神様にでもなるつもりなの？そんなつもりはないけど。それにデータベースによると、どんな不確定因子を入れても同じ結果にしかならないこともあるみたい。特にガンダムが直接ぶつかり合う場合、不思議なくらい元の歴史をなぞるとあるね。そんな。ユノ姉さん元気出して。そして忘れないで、 G ユニバースは戦争の歴史なんだから。元気出せユノ。辛い歴史でも見据えなきゃダメユノ。そうね、生死を成立させる、それが今私たちがやらなきゃいけないことだものね。変えたい未来を見据える。でもガンダムが関わる未来は変えられない。可惜我哋系唔可以改变歴史。可怜阿科。我今日又劲难玩重高达，喺呢只镜面得咁灵活，全靠曹操呀！希望大家可以顺利都过到呢一关。今次去到呢度，多谢大家收睇，下次见 ，thank you， 拜拜。